たいですと、YouTube を利用して、まあ、YouTube のライブも利用したりとかですね、この方は。YouTube 利用ということですけれども、まあ、ライブはすごくいいと思うんですよね。やっぱり海外というだけでも、ものすごく、やっぱり、少数派なので注目されるということと、ライブ感ですね、現地のやっぱり、まあ、コロナでなかなかまだ行けないという人が多いので、そういう中でもですね、海外のですね、様子をライブでリアルタイムでというのは、知りたがる方も多いと思うんですね。で、やっぱりいいのは、ね、YouTube の場合は動画がですね、その後保存されるということなんですよね、ライブのものが。それで、ずっと、あなたの営業活動をしてくれるということなので、YouTube ですね、やっぱりライブとあと YouTube の動画っていうのはどんどん資産として積み重ねていくといいと思います。で、これぐらいの1分ぐらいの短い動画でですね、例えば再生回数とかチャンネル登録者数とか全く気にする必要ないんですよね。本当にあなたの、お客さんになり得る方をですね、集める方法としてはすごくいいので、タイトルのキーワードが重要になってきます。YouTube をですね、